美容師になって修行すること10年。やっと自分のお店が持てたわ。よ、マリサ店長。おめでとうございます。今日から4人で頑張っていきましょう。みんなも開店の準備お疲れ様、そしてありがとう。とにかく来てくれたお客様に満足してもらうことが大事だわ。リピーターになってもらうんですね。それもそう、けど他にも大切な意味があるの。主君わかるかしら？満足したお客さんによる口コミや、SNS での投稿による宣伝につながる。その通り、でも裏を返せば満足してもらえないと、悪い噂も一気に広まっちゃうわ。人間って満足した時より、満足しなかった時の方が、他の人に伝えたくなるみたいですね。そうなの、しかも良い口コミよりも、圧倒的に悪い口コミを気にする人は多いの。なるほど、一人一人めちゃめちゃ丁寧に対応したいと思います。私も最高のスマイルで。私も最高の接客を目指して頑張ります。お、みんな頼りにしてるぞ。じゃあ今日一日頑張るぞー。おー、マリサエアーサロンの開店です。さあ、お客様第一号よ。私が担当するから見ててね。了解。お客様、本日はどのようになさいますか？夏なんでショートで短めに、あとストレートに。かしこまりました。カラーもなさいます？そうねー。じゃあせっかくだし明るめのブラウンでお願い。かしこまりました。ではまずシャンプーからしていきますね。はい、お願いします。おかゆいとこございますか？あ、大丈夫です。このシャンプーいい香りですね。リラックス効果があるんです。じゃあ流していきますね。あー、お湯気持ちいいわ。では乾かしていきます。お、びっくり、意外に風強いのね。市販のものではないんですよ、これ。通りで強力だと思ったわ。けど早く乾いていいわね。そうですね、ロングの女性のお客様なんかは乾かすの25分ぐらいかかるって言ってましたよ。湯冷めしちゃうわね。本当に、じゃあストレートにしていきます。あたしく設計すごいけど大丈夫かしら？心配ないですよ、ちゃんとまっすぐになってます。ならよかったわ。押し完了、またドライヤーで髪を下ろしますね。はい。ではカットしていきましょう。よろしくお願いします。前髪はどんな感じにします？お任せでお願いします。かしこまりました。軽くなってきた。髪柔らかいですね。あらそう、嬉しいわ。私なんか硬いんで、羨ましいです。後ろカットしたら終わりですよ。だいぶスッキリしました。それは良かったです。うん、いい感じ。気に入っていただいて何より。ではカラーしていきますね。お願いします。そう言っていただいて、嬉しいです。最後にお写真撮っていかれませんか？可愛いアクセサリーもあるので。ぜひお願いします。はい、これとかに合いそうですよ。まあ可愛らしい。あと、帽子を帽子。どうでしょうか？もう大満足です。それはよかった。じゃあお写真撮って終わりです。はい、撮りますよ。よく撮れてるかしら？あら、いい感じ。次もここ来るわね。お待ちしております。本日はご来店いただきありがとうございました。ふう、なんとか一人目終わったわね。店長お疲れ様です。大満足でしたね。いやー、さすがですな。じゃあ行ってあったと思うけど、この後30分だけ店舗経営の会議で抜けるから任せるわよ。3人で力合わせて頑張ります。安心して行ってらっしゃいませ。お気をつけて。うん、あなたたちなら大丈夫そうね。じゃあなるべく早く戻るから、行ってくるわ。頑張ってくださいねー。さあ、次のお客さん、3人で頑張ろう。もちろん。来た来た。いらっしゃいませー。喫煙席と禁煙席どちらにいたしますか？ご注文が決まりましたら、ボタンを押してくださいね。あ、もう決まってるんで、カルボナーラお願いします。スプーンと割り箸、どちらになさいます？あ、いつも素手なんで。かしこまりました。10年おっさんカットですね。わハイサイドもっとカットしていきましょう。
ん、いい感じですね。でもあれね、髪色がよろしくない。茶髪派手なんて見たことないもの。わー、わー、わー。そろそろいいかしらね。大丈夫だと思う。うん、カラーに行っていいでしょう。黒くしていきますよ。やっぱこのカットには黒ね。激しく同意だわ。脳天は金色っぽくしましょう。ゴージャスですな。さあ、髪をなびかせましょう。これではみ出たとこカットね。その前にストレートに。おし、最後整えて終わり。うん、バッチリ。さあ、お写真撮って終わりですよ。元がいいから飾りなんていらないわね。ただいま。あ、店長、今ちょうど終わりました。どれどれ。お前らやせつぶすか。